ソーマトロープ剣とトリソーマトロープとは、ビクトリア朝時代に一般的だった玩具の一種である。円盤やカードの両面に絵を描き、2本の紐を取り付ける。紐を両側から持って素早く振り回すと、円盤が回転することで両面の絵が交互に見え、残像現象によって一つの画像に見える。割り箸などで円盤を挟み、両手で 竹トンボの軸のように回転させる形状もある。ソーマトロープの発明者は一般にイギリス人イシジョン・イヤートンパリと言われている。彼は1824年、ロンドンの英国王立以下協会で資格の性質をデモンストレーションするのにソーマトロープを使った。彼の発明は天文学者ジョン・ハーシェルと地質学者ウィリアム・ヘンリー・フィトンのアイデアに基づいているとも言われているが、 フィトンをソーマトロープの発明者とする文献もある。他にもチャールズ・バベッジが発明者だとする文献もある。ソーマトロープに描かれる典型的な絵としては、一方に鳥が木に止まっている絵を描き、もう一方には木から飛び立つ絵を描くものがある。また、一方に鳥、もう一方に鳥かごを描くのも一般的である。また、詩の一節を 両面それぞれに書くこともある。ソーマトロープは残像を利用した単純な機械式工学玩具の一つである。映画、特にアニメーションはこれが発展したものと見ることもできる。名称はソーマトを連想させるが、その由来はギリシア語で驚きの回転を意味する言葉である。ありがとうございます。